西村重長とは、江戸時代初期の浮世絵師。影花堂、後に、百樹、千華堂とゴース。江戸通り油町の地主であったが、晩年間田において、古本屋を開業している。小賀美子校に、元祖、清信門人とあるが根拠未詳。奥村俊信とほぼ同じ教法法歴前期の頃、鳥居派、特に、鳥居清信風の漆絵による。 役者絵を描いた。やがて、西川助信や奥村正信風の漆絵の美人が、浮絵、課長画、歴史画、名所絵、風景画などの紅ずり絵を手掛け、さらに赤本、黒本も描いた。茂長は多彩であり、浮絵に関しては、奥村正信の手法をいち早く真似して、奥村屋以外の版元から出している。この時代の浮絵の表現は、室内画。 投資家となっていても、屋外については、従来の俯瞰図であった。また細版三枚属、石鶴絵、木骨の水絵など、当時の版画の版型や、技法の面に新機軸を打ち出している。なお、風うう、と題した再版三枚、鈴くの漆し絵を創始したとされる。茂長も初めの頃は、西村重長筆と、関していたが、後に、西村茂長がというように、 画の文字を使用するようになった。西木絵草子以前における浮世絵版画の世界において、楽観に、画工、または、日本画工と印、西村重長画と、画の文字を使用したのは、彼が最初であるとされる。重長以前の浮世絵師たちは、主に、筆と印、稀に、図を使用していた。宝暦六年、六十度年で死去したとされる。作品の数は少ないが、 代表作として、横大番漆絵、新吉原月見の座敷、再販漆絵、ソテ、先生の、市村竹之城丹前台あたり、市村竹之城富沢門太郎、紅釣り絵、風流簡単が枕、絹絹の別れ、牡丹に、当時施図、再販紅釣り絵んの、対、うつつの湯などが挙げられる。絵本では、絵本江戸土産などが知られる。肉筆画は、会場、 コーリ・キ国寺事,事実、清ヨ国寺のみ確認されており、重永が唯一の肉筆画として貴重であるばかりでなく、奥書きで制作年が判明し、浮世絵師が時に寺の注文に応じて仏画を制作することもあったことがわかる貴重な作品である。うるしえ、ソテ、先伊勢のには、学校西村重長筆と関しており、またベニズリエ、風流簡単枕では、 奥村正信を真似て、先稼堂西、村重長政筆と、関している。重長は、石川豊重という、優れた門人を育てているほか、鈴木春信に影響を与えている。ありがとうございます。